おはようございます。いつも FX の相場解説をご覧いただきましてありがとうございます。今日はですね、例のミセス渡辺さんのちょっとお話をしようかと思うんですけども、このミセス渡辺さんっていうのは数々のね、ビジネスを通じて、億万長者になってるわけなんですけども、ただね、もともとお金持ちだったわけじゃなくて、むしろね、ものすごい貧乏で、本当にこう今日の夕食がないとかね、借金取りが家に来て本当に怯えて暮らしていたみたいな、そんな幼少期を過ごされたみたいですね。そして絶対にお金がないと、絶対にお金がないとダメなんだということで、どうやったらお金が手に入るのかということをね、ずっと考え続けて、今日に至ったわけなんですけども、やっぱりね、お金を手に入れようと思ったら影響力のある人と一緒にいることがすごく大事だということを言われてましたね。私もそれはうなずけるなと思いますし、私が成長した段階にも影響力のある人数々知り合ってきたわけなんですね。今では私は人付き合いがないんで、影響力のある人も影響力のない人もね、あんまり周りにいないんですけども、確かにこのね、ミセス渡辺さんの言うこと一理あるなということばかりでございます。大和くん、ちょっと失礼してね。その他ね、この7月8日の20時からミセス渡辺さんを招いてのズームライブ、もうすでに申し込みいただいてますけども、まだまだね、参加の方できますんで、動画概要欄からメッセージいただきましてご参加いただきたいと思います。皆さんからねご質問もお待ちしておりますし、私のね、今わーわー泣いてる大和くんね、大和くんのこともね、ミセス渡辺さんずっと気にかけてくださってて、出産の時からずっと見てくださってるんですよね。本当にありがたいなと思います。そして今日の動画の最後に本当にね、重要なことを申し上げますけども、お金がないと命がないって話なんですよ。実は私、不妊治療を2年間しまして、やっと授かった大和くんなんですけども、この不妊治療むちゃくちゃお金がかかるんですよ。いや、本当にびっくりしますよ。で、私の場合は補助金も助成金ですか、助成金もないんですよね。そうなってくると本当全部実費で、プラスですね、いきなり明日病院に来いとか、明後日何時に病院でお願いしますみたいな感じになるんですよ。そうなるといつも体を空けておかなくてはならないんですよね。ということで、お金と時間がなければ一つの生命が生まれてこなかったっていう現実を目の当たりにしてからの、このね、2、3年なんですよね。よかったね、大和くんね。今こうやって大和くんがわーわー騒いでるのも、やっぱりお金と時間のおかげかなと思っております。いや、本当にね、すごい怖い思いがしますね。そうなると私の同年代はロストジェネレーションですから、お金がなくて結婚したくてもできない、お金がなくて出産を諦める、こんな例もたくさんあると思うんですよ。だからそういう方に対しても私のメッセージとしては、まず稼いでいこうということをね、お伝えしていこうかと思います。ミセス渡辺さんにもね、そういう話を聞かせていただけるんじゃないかなと思います。7月8日20時から皆さんどんどん参加してみてください。それでは失礼します。